さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。長尺行きの普通電車に乗車しています。阪急淡路駅周辺での連続立体交差事業の光景を工事が進む駅部中心に撮影してお届けいたします。どうぞご覧ください。この阪急線に線および京都線の淡路駅周辺では高架化事業が現在行われています。阪急線に線および京都線の淡路駅周辺の約 7.1km において鉄道を高架化することにより17箇所の踏切を除却し、都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の活性化を図ることを目的とした事業です。淀川に架かる橋梁を渡ったこの辺りから千里線の高架化事業が始まります。右にカーブして仮の線路を国島駅に向けて進んでいきます。阪急千里線での事業区間は国島駅の手前の淀川橋梁を渡った地点から神崎川に架かる橋梁を渡った吹田駅の手前の地点までです。千里線の事業延長は約 3.8km、高架化される駅は国島駅と下新城駅の2駅、淡路駅は京都線に参入、除却される踏切数は11箇所です。大阪市東淀川区国島2丁目にある国島駅に着きました。国島駅で下車して、駅舎建設工事などの光景を撮影します。乗車してきた長尺行きの普通電車を見送ります。現在の国島駅は相対式ホーム2面に線を有する地上駅ですが、高架化事業で1面に線の島式ホームの高架駅に生まれ変わります。国島駅周辺の高架化工事は駅の西側での別線方式で工事が行われています。国島駅の駅部付近は高架化工事が順調に進んでおり、国島駅の左側には一層構造の高架橋がすでに建設されています。国島駅の北千里行きのホームと天ヶ茶屋駅のホームをつなぐ跨線橋に上り、建設工事が進む国島駅の新しい駅舎を撮影します。国島駅の新しい駅舎の骨組みがかなり組み上がっています。阪急淡路駅周辺の高架化事業は大阪市が事業主体となり、阪急電鉄株式会社が施工主体であり、阪急設計コンサルタント株式会社が施工管理を担っています。また国島駅周辺は第6工区に該当し、河野池組、竹中土木、青木安奈路建設の3社による企業共同体の施工で工事が行われています。国島踏切道の上空には送り出し工法と思われる工法に用いられる桁が設置されています。まもなくタイミングを計り桁が設置されると思われます。桁が設置される光景を撮影してみたいと思いますが、日時が公表されることはなく、また深夜の営業時間外に工事が行われると思われ、実現は困難だと思われます。国島駅での撮影を終え、高槻市行きの普通電車に乗車して淡路駅方面へ進みます。千里線の西側には大阪市水道局の国島浄水場の巨大な施設が広がっています。国島浄水場の排水地エリアの4ヘクタールについては淡路駅周辺の高架化事業の工事ヤードとして現在利用されています。この工事ヤードでは高架化事業が完成した後に大規模な再開発事業が行われる予定です。淡路駅で北千里行きの電車に乗り換え、千里線の下新城駅を目指します。淡路駅では大阪梅田駅を出発してきた電車と天神橋筋6丁目駅を出発してきた電車がタイミングよく連絡するようにダイヤが組まれており、利用者にとってとても利便性が高いシステムになっています。東海道新幹線の高架下を通過して下新城駅に着きました。下新城駅は大阪市東淀川区下新城5丁目にあり、現在は相対式ホーム2面に線を有する地上駅です。下新城駅はこの高架化事業で島式ホーム1面2線の高架駅に生まれ変わります。下新城駅で下車して駅部の工事状況を確認します。乗車してきた北千里行きの普通電車を見送ります。ボタナ北踏切から下新城踏切の下新城駅部を含む第7工区は大成建設と安藤狭間の2社による企業共同体の施工で高架化工事が行われています。
下新庄駅の淡路駅方面のホームの東側には仮線路が敷設されており、完成すると淡路駅方面への走行に利用されます。その後は既存の淡路駅方面の線路は北千住方面への線路に転用されるものと思われます。その後北千住方面の線路が除却され、その跡地に高架橋の橋脚が建設され、下新庄駅部の工事が進んでいくものと思われます。下新庄駅部ではこのような複雑な工事が行われると思われ、今後の工事の進捗に注目が集まります。淡路駅へのホームの先端では仮線路の敷設の仕上げ工事が行われているようです。淡路駅方面のホームに移動しました。ちょうど大阪梅田駅の電車が出発していきました。現在の淡路方面のホームに背を向ける形で新しく作られている淡路駅方面への仮ホームを撮影しています。仮ホームの吹田駅方面付近はすでに完成しています。下新庄駅の中央付近に移動しました。この辺りでは仮ホームの建設工事の最中です。それと映像では確認はできませんが、仮線路の整備工事も行われていると思われます。この淡路駅周辺の高架化工事については、事業区間約 7.1km を8つの工区に分け、2008年から順次工事に着手されています。大阪市の発表によると、2024年4月1日時点で約 63% の工事費が執行済みとなっています。2028年度の高架切り替え、2031年度の事業完了に向け鋭意工事が進められていきます。淡路駅へのホームの先端では仕上げ工事が終わり、仮線路の敷設が完了しています。下新庄駅での撮影を終え、到着した天ヶ茶屋駅の電車に乗り、淡路駅方面へ進みます。営業中の線路を高架化するため、この淡路駅周辺の高架化事業で採用された施工方法は3つあります。1つ目は営業線の線路の真上に高架橋を構築する直上工法で、千里線のこの下新庄駅付近や京都線では総前寺駅から宇多島豊里線付近で行われています。2つ目は営業線の線路の横に高架橋を構築する別線工法で、淡路駅部や国島駅部付近で行われています。3つ目は一度仮線に切り替え、元の線路跡地に高架橋を構築する仮線工法で、京都線の梅田方面や千里線の神崎川付近で行われています。淡路駅の改札を出て東口から新しい駅舎を撮影しています。新しい淡路駅の建設工事は順調に進んでいるようです。淡路駅から大阪梅田駅の電車に乗車して、次の総前寺駅を目指します。政府は2023年10月に阪急淡路駅に近接する JR 新大阪駅周辺を規制緩和や税制面などで優遇措置が受けられる都市再生緊急整備地域に指定しました。その整備方針において、阪急重層駅及び淡路駅周辺が一体となって広い県域の交流を促進する地域と位置づけられました。国土交通省も現地を視察するなど、政府として進捗を注視する姿勢を示しています。大阪市東淀川区国島1丁目にある総前寺駅に着きました。乗車してきた大阪梅田駅の電車を見送ります。現在の総前寺駅は相対式ホーム2面に線を有する地上駅です。総前寺駅付近では直上方式の施工により高架化工事が行われ、駅の真上に2面2線の高架駅が建設されます。総前寺駅部を含む第一工区は西松建設、佐藤工業、鉄建建設の3社による共同企業体で工事が行われています。総前寺駅から淡路駅にかけて行われている直上方式による施工方法は、仮線用地を確保する必要がなく、用地確保に伴う事業遅延リスクが減少するなどのメリットがあります。ただ営業中の線路の上で工事を行うため、工事に一定の制約がかかり、その分工期が長くなるデメリットがあります。事業用地が確保しにくい都市部で主に行われる工法です。総前寺駅から徒歩約5分の距離にあり、駅名にもなっている総前寺は曹洞宗の寺院で、
自伝では天平年間に行基により創建されたとされています。創建時は細川ガラシャの菩提寺であり、寺にはガラシャの墓が残っています。桁が両サイドの橋脚をまたいで設置されていますが、前回の取材時に比べて工事はあまり進んでいないようです。ただ駅周辺から工事による土音がたくさん聞こえており、創建寺駅の建設工事がこれから進んでいくと思われます。創建寺駅の高架化される駅舎は3階建てで、2階が改札やコンコース、3階がホームとなる予定です。創建寺駅の撮影を終え、大阪梅田方面への普通電車に乗車しました。創建寺駅を出発してしばらくすると高架橋の高さがだんだんと低くなり、 JR 京都線の手前付近で高架化事業が終わります。阪急淡路駅周辺での連続立体交差事業の光景を工事が進む駅部中心に撮影してお届けいたしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。